無理だね。勝負のと、あ、来た来た来た、よかった、安全安心、ありがとうございます。あと少し感じ、ありがとうございます。喉はなんか痛々で、なんか夜になるとまだマシになるんですけど、朝が結構痛いんですよね。今はこの喉飴とお友達になって生活をしています。なんか風流行ってて、風流行ってるじゃないですか。でなんかその6日の公演の日の朝からなんか喉が痛くて、でその時はまあ痛いな程度だったんですよ。そんなに痛くなくて、別に痛いけどそんなにね大丈夫だったんですよ。そしたら次の日なんと熱が出てしまいましたっていう話で、あ、やばいやばいと思ったんですよ。でもまあ喉痛いぐらいで熱は下がったんで、でもね今はねなんか喉飴をたくさん舐めて薬飲んでるからいいんですよ。なんか朝と昼間がやばいだけです。そう、風が流行ってるんですよ。だから多分どっかで移ってきちゃったかなって思いますね。もう今前髪はケープしないで巻いてるだけだからね、いつ崩れるかわからない恐怖の前髪です。こんばんは。ありがとうございます、バラ、ありがとう。パパに惚れた、なぜ、どこで、ありがとうございます、バラ。今ここの手のね、手の目の前にあるものは何でしょう。ありがとうございます、ハート。ヒントは食べ物。ありがとうございます、ハード。そう、6日の公演があって、それ以来、結構久しぶりって久しぶりの配信なんですけど、なんかあの6日の制服の目はなんか自分的にあのね、ありがとうございます、ギフト。なんかね、いつものなんかその最後のサツキチの公演だったっていうのもあって、なんか自己紹介とかもなんか真面目になってしまった。真面目っていうか、いつも真面目だけど面白くなくなってしまったっていう反省点。ここにあるもの、なんかね悲しくてね、悲しくて、あのいつもよりね暗かった。白いもの、え、白いものじゃないんですよ。あのキッチンペーパーで丸めてるだけ。ヒントは長野。
でもなんかあんまり、ミヤビーム泣いてな、ミヤビーム泣いてなかったんだ。そうだったんだ。おお、あともう一つヒントは、大ヒントは赤いもの。赤いもの、それをなんかこうやって上に乗せれる、これでやったら見えるか。ちょっと待ってくださいね。お待ちください。なんか前に誕生日の時にさ、長野帰ったじゃんか。その時に、リンゴ、正解はリンゴ。マグロやばい。ありがとうございます。タコ、マグロ手に持ってたらもう恐怖でしょ。リンゴ、このリンゴを、あ、見えない。リンゴって見えないんだね。でっかいのね。この喉はね、便利です。リンゴの皮なんて剥きません。剥けたこともありません。んー、どうしよう。あ、ちょっと近づいてきた。ちょっと近づいてきたじゃんか。そう、皮なんて剥けん。ああ、前髪が大変なことに。30日と12月の1日の握手会と特会の髪型、間違えた、髪型じゃなくて、あのコスプレか私服か、まあ私服は着るけど、どっちかは。コスプレだったら何がいいか分かんない。うさぎちゃん、なんかうさぎちゃんのさコスプレしたいけどさ、ないんだよね。前髪切りました、ちょっとだけ。もうこんぐらいあって、こんぐらいあったんですよ。だからこんぐらいまで切った。ありがとうございます。ないんだよね、うさぎ、うさぴょん。コスプレだと買わないってことかな。どういうことだ。コスプレは買いますよ。ネットで買ってる、いつも。あんまなんかお店で買ったりしないんだよね。ね、シマウマやめて。ね、体操着やばい。学校の体操、学校バレちゃうじゃん。僕より前が短いですね。え、今もしかしてこんぐらいですか、前髪。バニーちゃん、バニーちゃん。え、でもなんかウサギ、ウサギってどういうコスプレなの普通。ここにはなんかウサギって耳がウサギだったらウサギだな。ウサギね。何がいいかな。長野はめっちゃ寒いらしい。ここは名古屋だからちょっとよくわかりませんが。うさ耳のカチューシャ、うさ耳ね、うさぎのありだけど。そう、体調でもなんか治ってなくて、喉が痛いんですよ。あとなんか鼻詰まりしてる。でも治るよ、そのうちって思ってれば治りますよ。こんばんは、ありがとうございます。バブル、バブル、バブルね、質問答えてますよ。ありがとうございます。何がいい、何のコスプレがいい。なんかあのなんだっけ、あれポ
ポリスはやったことがあるんですよ。だからなんかそういう意見あったけど、どうしようかなって思って、ポリスっていう意見は出てるんですけど、何がいいかな。セラ服ね、セラ服、もう学校のセラ服でいい怒られる絶対。何着ても似合いそう。あ、本当ですか。じゃあ、じゃあ天然水のコスプレしようかな。おーちゃんのコスプレ、おーちゃんのコスプレとかあるの。ありがとうございます。あと自分の観覧車に乗ってみたいんだよね。コスプレ、コスプレ、え、天然水のコスプレこれになるんです。何のコスプレがいいかな。これは水と生きるサントリー。あ、そう、あれ今日送ってなかったっけ。水飲んだ後はリサイクル。え、これは何の、南アルプスじゃないっぽい。南アルプスって書いてないよこれ。これみん、あ、北アルプスですね。北ですね、南じゃなくて。ブログ読みました、ありがとうございます。読んでください。かき氷、かき氷のコスプレすればいいですか。初めて、いや似合うから、似合う似合う。ありがとうございます。天然水になるということは透明になるということです。ありがとうございます。ハートありがとう、プバありがとう。北、南、東、西全部あるんじゃない。マカロニにな、え、マカロニってさ、もう全身タイツやん。それはちょっと嫌だな、ね、そ、あ、そう、クリスマスのサンタさんのコスプレはしたいんですよ。トナカイかサンタ、まあ、タンタ、タンタじゃない、サンタがいいかな。オカミとプライド着たい、わかる。着れないかな。でもダメなんだよね。そうだよ、2025は絶対ドスコイボンジュール。もう今回はもう悲しみボンジュールしたから。ありがとうございます。ツリーじゃないよ、サンタだよ。サンタに、さすがにサンタにしてくれて、さすがにサンタでお願いします。みんな握手会とトーク会来てね、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 来てね。みんな一人50枚来るんだよ。ありがとうございます。ここがね、嫌なんだよね。ここ、ここのさ、あのブワブワってなるのめっちゃ嫌いなんですよ。昔の髪型みたいになっちゃうじゃん。この前髪作るには時間がかかるんです。じゃあ釣り持っていけば釣りになれるかもしれない。で、昭和猫耳やビームでしょ。ちょっと悔しいですよ。自分でさ作りたくてもさ、ちょっと今は忙しくてそんなことをしてられないんですよ。ごめんなさい、ちょっと鼻詰まりが来てしまいました。こっちゃんサンタのファンはトナカイ。あ、そうだよね。じゃあこっちゃんサンタするからみんなトナカイの格好して絶対並んでよ。みんなトナカイになってよ。ありがとうございます。メリーゴーランド、配信でツリー作ったね。確かに。どうしたら毎週こんな。それはですね、1週間あった出来事などをまとめて、あとはネットニュースを見ること、そ
それとあとはパパの才能を借りること。やっぱパパの頭があるからココに遺伝してるんですよ。だからパパの頭の遺伝がココは遺伝されてるじゃん。だからそれが重要な道具。服作ったりはしないけど、なんかココが想像した服ができてほしい。頭で想像した服がパッと起きてほできてほしいですね。本当にドスコイボンジュールは才能の塊すぎてすごいと思ってる。ありがとうございました。ってもう名前の面影一切ないじゃん。まあ恋はあるけどね。ブログ読んで気になってショールーム見てどっか行き出しました。ありがとうね。ありがとうございます。ちょっと待って、今棚を探してるの。ここはなんか段差のある棚。パパはよく分からん。お、え、いいね。あ、できた。ありがとうございます。候補はサンタさんとなんだっけ、忘れた、分かんなくなっちゃった。あ、サンタさんとウサギとなんだっけ、あ、警察と分かんなくなった。そう、長野からもらってきたアップル。なんかさ、前と誕生日に帰った時にくれたやつ。でもなんか私服も着るけど迷っちゃうよね。最近なんかもう最近めっちゃ服が好きで、服を可愛い服が見るとすぐ欲しくなっちゃうんですよ。そういう時期で服病なんですよ今。服って感じなんです。ドスコイ警察です。ドスポン。実家からじゃなくて、これはおばあちゃん家からの贈り物です。ね、薬飲んで治さないと。もういろいろ薬飲んで治さなきゃって感じですね。え、そう、本当に。あ、そう、なんかさ、冬なんかもう冬今さめっちゃ服出る時期じゃん。あ、やばい、痛い。なんか服出る時期じゃん、冬の服だから。めっちゃいろんなものが出てわーってなるんですよ。お姉さんに報告した服、あ、それはゲットできてなくて分かんないんですよ、よくここには。あれはね、そう、うわーって見た瞬間目ん玉飛び出そうになった。ありがとうございます。あと、もセールはまだじゃないかな。セールはイメージは12月の1月1日になるぐらいの時がセールな気がする。って思ってる。なんか長野にさいたじゃん、ずっと。だから東京に行って買い物をしに行ってたんですよ。その時にそのセールとかで行ってたのがその時だった気がするから。そう、ココアちゃんに。でもココアちゃんさ、あれでしょ、妹ちゃんがいるでしょ。ありがとうございます。
あれお姉ちゃんだっけ、お正月、あそう福袋、えでもセールもそうじゃない、その時やってる気がする。パパはあのおねだり、おねだりっていうかもうパパにはあのいろいろお支払いをしてもらってるので、アウトレット彼氏さんのアウトレット行きたいけど今はそれどころじゃない。ありがとうございます。あとみんなこのリンゴ、クリスマスにサンタは来ないのですか。え、来るよ、サンタ、サンタクロースは毎年来るよ、ちゃんといい子にしてるから来るんだ。みんなはいい子にしてないから来ないのかな。メイカって家族来てないです、誰もいない、一人で名古屋だった。ママにいや内緒の支払いとかないのですよね。このさ絵文字いるじゃん、サンタっているのって絵文字、これここがね使い出したらね流行りが始まった。こっちゃんをしてれば来ますよ、もちろん。こっちゃんサンタクロースなんで、うん、そうだよ、みんないい子じゃないの前提でお話進めてるから。全然メール遅れてない。朝が来るのが怖い。プレゼント、いやプレゼントじゃこれね、サンタクロース、サンタクロースね、サンタクロース、サンタクロースのさコスプレってさ、なんか意外とさ何種類もあるけどさ、コスプレってさなんか普通の服よりさ高い説があるくない？なんか可愛いこれ着たいって思うとさめちゃめちゃすんごい値段しない？そう、楽しじゃない子は悪い子だからね。え、そう高いの着たいけどさ、うん、そんなにお金がさ高すぎてさかけれないやん。そう、1回しかさ着る機会がないからさね、5人まで楽しってさ、どっから出てきたんさ。え、そう結構安いのってペラペラなんだよね。こっちゃんは白いダウンは着てたけどあの汚れるので今年から黒です。ありがとうございます。あと黒なんか白ってねめっちゃ汚れるんですよ、だからね黒の方がおすすめです。ありがとうございます。こんばんは。白ねめちゃめちゃ汚れるんですよね。白のダウンねどうしたんだろう、去年にいつ着てたの、あれ去年着てたのかな、なんかの時に買ったんですよね。でもねダウンよりコート派だったんですよ今まで。小学校の時とかもめちゃめちゃコート着てたのね。だから去年じゃないな、中学校になって制服を着なきゃいけなくなってからあのコートを着れなくなって上にでダウンとかそういうの着始めるようになった。でもグレー着たことない気がする。コートなんかそういう可愛いのがめちゃめちゃ大好きで昔からそういうあれだったんですよ、今みたいな感じだったんですよ。なんか本当になんか AKB って感じの服
とかがめっちゃ大好きで、小さい頃からなんかそういうの見つけるとすぐ欲しがって買って成人だったので、そう、もうね、可愛いの見つけるとね、一瞬でね、もう欲しくなっちゃうタイプなので、このリンゴはみんな気になります、このリンゴについて気になりますか、見えない、落下落下落下、なんかこれをおばあちゃんがくれたんですよ、リンゴカッターみたいな。でこれをちょっと切ってみようかなと思って、そういう配信こうやって切るんですよ、それの配信。え、こわっ、これさ、こんな高く積み上げたけどさ、こんなの切れなくない、切れなくない、これいくよ、無理、え、怖っ、無理、怖い、怖いよー、あ、やばい、前髪が大変なことに、え、ちょっと頑張りますね、怖いよ、めっちゃ怖い、めっちゃミシミシ言ってんだけど、うわうわ怖いよ、怖い怖い、やばい、前髪も大変なことになってる、うん、怖い怖いよ、うわ、見てる方も怖いの、な、怖がんないでね、お、え、いけそう、切れそう、テーブルの上じゃないからダメなんかな、テーブルの上じゃないからできないとか、そういうこと、どうしようかな、テーブルないから、でしょ、少しずつ切れてるんですよ、早く切んなきゃさ、困っちゃう、
るよ。来てますね、いい感じ。切れた。あ、すごいことになった。けど切れた。うお、すごい。ちょっと一回この台の方たちは解散してもらって。長い間お疲れ様でした。無事カット成功じゃん。ほら、え、すごっ、切れた。こんなさ、良いものが今の時代は存在するのね。でさ、これおばあちゃんにもらったのね、リンゴ自分で切れないから。で、なんかあのコーンスープをくれたのもね。で、コーンスープくれて、コーンスープの入れ方ぐらい知ってるんですよ。なんかちゃんと粉を袋開けて粉出してお湯入れるっていうのは分かってるんですけど、おばあちゃんがあの袋入れたまま温めちゃダメだよって言われて、さすがにそれは知ってますよってあの思ったんですよ。あのすごいコーンスープもできない人だと思われてるんです。芯も綺麗に取れるらしい。すごいよねこれ。ね、そう、ちょっと一旦メール送ろうかな。すいませんね、メール送れなくて。もう昨日はね、なんかもうスマホ見るのにね、体力がもういっぱいいっぱいでしてね。ちょっと今日はね、あの用事があってね、送れなかったんですよ。なんか早くあのそう、あのくじ引きのやつを作らなくちゃいけなくて、なんかみんなにさ届くのさ結構遅いじゃん。だからあのあ、めっちゃ期間あるんかなと思った。そんなことなくて、早く作んなきゃやばいことに気づいたんですよ。なんか言われて期限を見たらえっと思ってびっくりしちゃって、だからそう急がなきゃ。そう、なんかね、具合悪かったからね、そう、まあ、熱があったから具合悪くなっちゃうんだよね、どうして。だからね、ちょっと携帯を見るのに精一杯だった。え、でも多分そう、届くの結構遅いよね。前田製薬の横への、あれ、どうちゃんの、本当ですか、いられましたか。当選者のリストは来てないですね。ちょっと分かんないんですよね。ぶつけちゃった。みんなも、でも多分、製薬の横歌とか歌うじゃん。で、大きい声出しすぎて、喉がおかしくなったと思う。喉は。分かんないけど、多分乾燥っていうのもあると思う。みんな喉飴しっかり舐めた方がいいですよ。多分普段から一つずつ飴舐めてればきっと喉痛くなんないと思うから、毎日舐めようかなって思ってて。喉飴変わんないか、変わるかな、分かんないけど。でね、30日1日、毎日舐めない飴舐めないって舐めないの。でも飴結構すぐ終わっちゃうんだよね。
え、でもね、あのね、6日のね、制服の上のね、歌はね、成功してよかったって思った。さつきにね、歌頼んだよって言われたからね、まあ、失敗したらそれはそれで、あの、いい思い出って言ってたんですよ。そしたら成功しました。なんと自分の生誕祭では失敗してしもうたのに。喉が出せないときは寝るときに口にで、息苦しくなっちゃうじゃない、そんなの。なんか留学さんが怖くて舐められないんですよ。こっちゃんの生誕祭的にお姉さんが妹応援してねって言われたから応援、あ、応援してね、じゃあ。こっちゃんボイスを。え、そう、とんでもないこっちゃんボイスをお届けしてしもうたんですよ、それが。なんか味が怖い。なんかさ、こう辛いのとかあるじゃん、そういうのが、怖くて舐められないんですよ、舐められないんですよ、食べ物とかね。だからちょっとね、美味しいことを知って食べたいので、そう、とんでもないボイス発揮してしまった。生誕祭ではまあ良き、それも良き良き。美味しくはないな。そうなんだ、わかんない。なんかでもこの梅が美味しいと思ってる。リンゴカット今ね送ってます。昨日はあのお風呂を入ってたんです。なんか使ってたんですよ、長く。そしたらなんか10時過ぎちゃって送れなくなっちまった。必要、正直ゆるぎみんな応援したいです。それはそれはそれはね、一体誰推しなんだ。こんばんは、どうしようかな。なんか特会でベレー帽、ん、違う、ツーショット会の生誕ティーの時にベレー帽をかぶるんですよ。ちょっとね、あのメイクさんじゃなくて石子さんにベレー帽が似合うからって言われたので、ベレー帽を買ったんですよ。ベレー帽をかぶるんです。なんかいつもは使わないんですけど、ママがちゃんと使った方がいいって言ってて、喉、あの体調のために使ったんですよね。そう、ベレー帽、ベレー、めっちゃ可愛いの買ったんですよ、ベレー帽。だから楽しみにしててください。あと3分しかないんだけど、やばいよ、メール送りたいね。写真どうしよう、ちょっと花菜とのツーショットに決まりました。送りましたね。ツーショット会生誕ティーなのか。そう、なんか着席は生誕ティーで、立ちはあのコスプレしようかなと思ってんですよ。なんですけど、そのね、ツーショット会のコスプレもね、あのみんながね、あのね、着てほしいやつを知りたいので、また何でもバブルでもメールでも教えてくれたら来ます。何でもいいです、教えてください。こんなにリンゴもうまくカットできたし、みんなこれのご褒美に来てね。あとおめでとうって言いに来てね、絶対に。ベレー帽写真でね、ボード、え、嬉しい、ベレー帽好きなんですよ。通常とか来てね。日二部なんだよね、でも朝早いんですよ。それはそれで眠いでしょう、みんな。ありがとうございます。あ、リンゴもらいに来ますか。うん、どうぞどうぞ。誰の生誕ティー、そんな、もちろんこっちゃんのね、ドスコイの顔がついた生誕ティーですよ。連合はスタッフが美味しくいただきました。何でしょうよくテレビとかね、あるやつね。ありがとうございます。熊の風船、いつもそういう部なのにさ、急に早い部にしてこないでって思っちゃいました。なんでさ、遅かったのに急激に早くするねんって感じなんですよ。遅いのと早いの、なんで一番最初と一番最後やんって感じなんですよ。あ、他の生誕ティーじゃダメですよ。中間が良かった、6部が良かったんですよ。
まあでもね、早いなら全部早くしてほしかった。遅いなら全部遅いでいい、もう急にね、まあ、それはしょうがないので、59分になっちゃった。じゃあみんなこのリンゴとお別れしましょう。特会と握手会来てね。バイバイ、おやすみ、ボンジュール。あ、これか。